おいっす、モーソルのプライム。え、あ、ミヤです。今回からこの方法に。びっくりするわ、急に。前回、なんかあの保安官がポリコーが待ってるぜ的な、あ、ゾイがね、そう、写真を見つけました。そう、ゾイにね、会いに来てようやくよろしくやれると思ったら、もうこんなことになっちゃった。というわけでちょっと本館にね、戻りますよ。本館に会いに行く。そう、はい。で、あれどうやって、あ、こっちか、こっちですね。はい、こっちってこう地下ですね。あのサソリあれがあったのが、おお、うい、地下室の解体室だ。解体室に行けてね。どこだっけ。まあこの辺歩いてれば着くんじゃないんでしょうかね。 どこだっけ。解体できそう。ここ違う、多分こっちだな。お、おばあちゃん、おばあちゃん白飛びしてる。おばあちゃん目開いてる。なんか目開いてないように見えるよね。ね、目開いてないのかと思ってた。寝てるから無害なおばあちゃんだと思ってる。無害バー、無害バー、無害バー。というわけでここでね、はい、新キャラです。お、こいつ、こいつですね。な、何一瞬で殺しちゃったんですけど、いわゆるリッカー的な、これまでで言う、ちょっと這いつくばってこうかけてきて、あ、で結構ね一撃がでかいんですよ。あ、でこの子頭が弱点で、頭こいつするとすぐ死ぬんですけど結構ね動きが素早いので頭なかなか当てらんないというね、はい、方なんですが、でも今プライムが上手だったからすぐに倒したっていう。そう、てかねこの丸の子が強すぎるというね。お、本館さん、あら、どうしたの本館。あれじゃない、転換、転換、あ、なんかある。いた、なんか俺踏んじゃった。大丈夫か、なんか踏んだ。そいつを持ってれば2枚の基盤を探すのに役に立つぞ。で基盤があれば楽しいパーティーに参加できようってわけよ。なるほどね、はしゃいでる。わかった頑張るんば。だけどこの蛇の鍵を手に入れました。大クキー、なんか声聞こえなかった。そうで、後ろから今ね実はねモルデッドがいらっしゃったので、ちょっとスルーしてます。スルーするんだ。はい、まあ、倒しても別にね、まあね、なんか落とすことも特段ないような方々なんでね。はい、おお、こいつか、リッカーは基本的にこうしゃがんでいけるっていうのがやっぱ大きい。しゃがんでっていうか下に向かって丸のここ突き出す、うん、だけで倒せるっていうのがやっぱ大きいですね。大きいですね。サクサクですね。だけど最初はちょっとねこっち側に、要はヘビの鍵で開けられるとこに行くんですけど、はい、ここからちょっとこのでかいやつとかがね。こいつも新キャラですか。この子がねちょっと強いんですよ。ほら強い。これまでだったらもうね一発で死んでたのがね、ちょっと、わー、はいはい。こっちですね。はい、まあ、敵もやっぱ後半に行くにつれてちょっと強くなったりしてるんで。そうだね。いや今の2体もね普通にこう銃で撃ってたら結構時間がかかりそうだったもん。敵なんですよ。はい、すべての時計と同じ時にって書いてあります。どういう意味だろう。どういう意味でしょうか。ほら、ん、お、誰だろう。あれかな、お父さん。あれに似てるな、あの、あ、なんか書いてある、ジャック、ジャックですね、これ。この間倒したあのお父さん、 なんかなんだっけ、フォレストガンプとか出てる俳優さん、トム・ハンクス。トム・ハンクスに似てますね、ちょっとね。お、ブーハーゴー、おー、びっくりした。そうなんです、ここはね、祖母の部屋なんですね。祖母、あ、え、祖母の、夫婦の寝室でしたね。夫婦やんけ。なんでじゃあおばあちゃんいんのかっていうね、ちょっと夫婦の営みを邪魔しに来た。おばあちゃん、ね、お、キーピックだ。キーピックもいらないと。キーピックはまあいらないで、ここにね、お、リュックサックです。あ、増えんだ。ほら、またここの列が増えたという。まあほんとね、
これ今あの無限弾薬持ってるからいいけど、うん、持ってない時はねカツカツですね。カツカツなんですよ。このアイテム整理がやっぱね大きな肝になってくるんですけど、まあバイオといったらねアイテム整理っすけどね。そうそうそう、というわけで、はい、時計を探していく感じですか。時計と同じ時に言うてねこれこうなってると、でこれがこうやってね、うん、あこれをいじるんよね。だけど時計が、うん、ほんとあれおかしいなぁおボーンって言いそうね。確かにこんなところ見た覚えはないけども、あ合ってるわ。10時15分になってましたね。3時50分かと思った。2時50分。10時15分です。10時15分です、ね、だけどこれを10時15分にします。はい、こっちかはい、そこが開くんかい。だけどここの隠し扉がね、はい、開きますよ。よし、なんか潰れそうで怖いな。こんな、こんななんか秘密の部屋欲しいよね。そうでもなんかさ一時期ハマってこうやって作ってさ、うん、でもなんか途中で飽きちゃったりなんかしてさ。確かに寒いしなーみたいな。そうで放置してる間にすごい虫とか湧いちゃったりしてさ、何ほらこれ覚えてるかな。あ、なんか最初入り口にあったね。あったね。猫よけですね。猫よけですか、うん、わざわざあんなとこから移動してねここまで来たんですね、あらよっと。お、競争弾です。競争弾、いや普通の弾よりも強い弾、うん、強い弾。今使ってるのがその競争弾ですね。 あの銃持ってる時にハンドガン持ってる時に使うやつが強い。というわけでここに出ます。うわ、ここはあのさっきの解体室に向かう、うん、あ繋がってんだところですね。おお、急に出てくるとね驚くよね。びっくり。はい、って感じです、はい、というわけで今電子なんだ2つあるうちのチケットの1つを手に入れたので、チケット今度はもう1つの方に向かいます、はい、もう1つはもうね2階にあるんですけどさっき来たね。そう、さっきはこのそっちに行ったんだけど、うん、まあこれまでも来たことある。こっちがなんかすごい汚くなってますね。あ、感染が広がっているような。そうですね、あここにあります。セイ、はい、ドッセイ。アリゲーターがおる。そうなんですね、強いですね。届かないんじゃないの。そう、届かないまあいろんなアイテムがあるんですけども、うん、シュトガン弾はまあいいや。はい、お4月日日母さんに町の病院に連れてかれた。変な機械で頭の写真を撮られた。おもちゃで259個目のパズルを買ってもらった。すごい。薄のろオリバーにお前は頭の病気だってからかわれた。病気。バースデーパーティーと嘘をついてオリバーを家に呼んだ。屋根裏に上がらせてからリモコンで外から閉じ込めた。オリバーのやつベスを書いて出してくれよルーカスだって。ルーカス、ルーカスってのはあの息子のことですね。ああ長男。そう長男。ゾイが勝手に入らないようにはしごのリモコンを改造した。発明大会のトロフィーと合体させたから絶対に見つからないぜ。おお、ということはこれトロフィー。これはトロフィーじゃないだよね。でもこの子は頭がいいんですよ。とにかく賢すぎて、ほらルーカスあんなねちょっと頭おかしい感じだけど、おかしい感じだけど、もともとはすごい頭が良くてこういうね賞を取ったりするような子なわけですよ、うん、ね、ほら自動工作隊工作上手、2位とかね、佳作とかね、まあちょっと3位とかね、ちょっとまあなんともトップは取れない。そう、トップは取れないけど頭はいいみたいなね感じの子だったことがちょっとこれで伺います。皮肉ですね。そうっすね、はい、あこれもなんかあるわオリバーは静かになった。たまに天井をコンコン叩く音がする。まあ閉じ込めて放置してたんですけど、やばし、なんかたまにこうコンコン聞こえると。5月すごく臭い。屋根裏から変な汁が垂れてきた。リモコンのトロフィーをまた改造した。これで夜寝るときもピカピカだ。ピカピカちょっとよくわかんないですね。やばいオリバー、言ってる意味が。オリバー漏らしちゃった。漏らしちゃったのかな。漏らしちゃった。
漏らしちゃったのか、なんかもうなんか死んじゃったのかわかんないですけど、だけどこのね、うん、これスタンドに見えてね、トロフィーなんですね。あ、トロフィーだね。でこんなところにねスイッチがで押すと、おー、こんな感じで、そう、これがこのいわゆるオリバー君が閉じ込められていた屋根裏ですね。オリバーいんのかな。オリバー、オリバー、オリバーバー、お、ショットガンの模型、おもちゃの手斧などなどいろいろあります。え、あの書類は何なの。あの書類は、あ、ここの階層をしたやつですね。なんかメインホール投影機および仕掛け扉の設置んそんなもんわざわざ業者にお願いしてつけてどうすんだっていうね。 おビデオテー プ, テープ、これ3つ目のビデオテープですね。バースデー、合計で4つあるうちのこれが3つ目かな。あと1つあるってことか。お、これはおなじみの、そう、おなじみの、これ結構ね難しかった気がするんだよな。人になれ、あ、こっちだ。お、もう出来上がりつつある。あ、できましたね。おお、さすがサクサクですな。こんな投影機を作る理由がもうさっぱりです。うん、私には。はい、というわけでこのね、うん、チケット2枚目、あ、2枚目出てきました。基盤がね、なんでこれで、そのルーカスのところに行けるわけなんですけども、はい、あ、オリバーいなくな、あ、いいや、オリバーいないね。まあ多分さすがにあの処理されたんでしょうね。ああ、さすがに。だけどもう欲しいものは全部取ったので、はい、外に行きます。はい、そのチケットを刺すところがね、うん、2つある、2つっていうか、まあ、あるんですけども、はい、その刺すところがこの外にあるんでね。お、お、ゾイかな、こっちか。あ、どこでしょう。よーい、いいか、その2つの基盤でパーティーに参加できるからな。遅れねえようにな。ミアと話をさせろ。まあまあ、そう焦んなって。その前にまずはパーティーだろ。パーティーの場所はどこか知ってみよう。パーティーだぞ。中庭から入れるぞ。ほら、さっさと行けよ。みんな待ってんだからな。北斗の拳の雑魚キャラみたいな喋り方するんですね、ルカスは。だけどこれ外に出るとん、やつらがいるんですね。お、外で見るとなんかホッとするね。家の中で見るとちょっと怖いけど。あ、狭くて逃げられないかな。というわけで一旦ですね、うん、ビデオ見ましょう。あ、はい、さっきの。確かに。プレイ。これがね、一番初見でやった時結構難しかったんだよね。難しいんだ。うん、でも見なくてもいいんでしょ。見なくてもいける、別に。でもこれ見ることで次の攻略のヒントになるから。あ、初見で見ないとね。まあ、初見じゃね、見ないとね。そう、お前はマジでよ、ラッキーな野郎だぜ。いや、マジお前が羨ましいよ。なんだ、信じねえのか。嘘じゃねえって、絶対楽しいからよ。フリウチちょっとジャックに似てるんだよな。俺が何週間もかけて作ったんだ。で、やっと完成したんだ、お前のためにな。やめろよ、そんな顔すんなって。絶対面白いぞ、楽しんでけや。カメラ顔についてるってことか。そういうことになるね。ちょっと暗いですね。ね、というわけでこのろうそくを取ります。持ちます。これでちょっと周りが見えるようになりましたと。何今の。であるものとしてはこのね、トイレおと、まあ、あと部屋とかもいくつかあったりね、うん、ここにこうガスコンロがあったりとか、ガスコンロ、風船がね、こうね、パーティーっぽく並べられてたりとか。パーティーだから。そうですね、あるんですけども、一旦こっち行きます。お、ここは通るとね、自動的にこうシャワーが出れるようになってると。これに火つけろって。はー、あー、よくわかってるね。ハッピーファッキングバースデー。苦しい死に方をしたくなかったらここから脱出しないとゲームってんだ。まあ名前はまだ仮だけどな。ガールフレンドと一緒ですね。かっこかり。
いいかちゃんと笑えよ。お前のパーティーなんだからな。イカレ野郎。イカレ野郎。イカレ野郎。まあ、ちょっといろんなね、いろんなものがありますよ。何かのつまみ。おつまみかな。いきますよ。お、ダスベーダーかな。ふんふんと。うんうん。ふんふんと。お。なんかね、意味深なものがいろいろありますよ。これとかね。お、これで、何これ。これがね、ガスがおそらく出てるんですね。じゃ苦しくなっちゃ う, そう。あ、火つきそう。つかない。あ、つくんだ。ついた。で、これで。で、火つけられるの、ね。火つけることができると。はい。お、あ。流すと、流れないんだ。流れないんです。お。勘弁してくれよ。きたね。汚いな。望遠鏡。そうですね。アイテムスロットから望遠鏡を使用することもできると、はい、こんな感じで。あの壁を見ると、あ、そういうわけじゃないんですね。でね、ああ、これどうやるんだっけってやると、うん、汚れてたのが綺麗になる、うん、ああ脱出ゲームみたいな。そうだね、脱出ゲームみたいな感じですね。よし。で、まあ、これもね、アイテムとしてね、うん、取れるので。あ、それもつまみなの。つまみでね、それもアイテムなのね。そう。で、ちょっとね、ちょっと漏れちゃってるけども。気にしない。まあ、気にしない、そんなことは。で、この盆景を使ってみると、こんなのが浮かび上がります。胎児と、なんだ、胎児と、なんかカラスと、墓？なんかこう、紐かロープかなんかで手を結ばれてる何か的な、うん、首じゃねえのかな。というわけでこれ覚えて、うん、これなんですね。ああ、手結ばれてるカラス、胎児、胎児。あそこ見るまでがちょっと時間かかりそうかな。そうですね。お、で、わら人形を手に入れます。わら人、わら人、わら人、わら人燃やす。で、わら人燃やします。野球、はい、どこいせ、野球、わら人ってやると人形の指が手に入ります。よいしょ。で、これをですね、うん、これで、ああ、やっぱ燃えるんだ。そうです。こうやっていくと、おお、こうやって風船がね、パン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 、いっぱいあるんでしょ。しゃがみながらこうやって壊していく。これルーカスが全部ふーって、全部ね、そう、口でふーってやって、うん、もうこんだけ用意したというね。はしゃいでおる。はしゃいでますね。まあ、ってやっていくんですけども、うん、こうやってやるとね、ほら、うん、実は取れる風船をね、1個取ることができると。はい、なるほど。今ハッピーになってますからね、うん、ここもコードが開かないとダメだと。ファッキングとかじゃないの。ファッキング、ファッキング。さあ、どうなんでしょうか。というわけで、ここにね、この風船つけます、うん、はい。トゲトゲじゃないですか。いかにもヤバそうな感じですね。あ、いっ、んん、というわけで、あー、はい、あー、いろいろ刺さっておる。はい、うい、結構深くいきましたね。で、ここまで集まったら、うん、一旦こっちに戻ってきてですね、うん、こいつにね、それぞれね、なになに、指をくっつけ、そして、ネジをくっつけ、おそれとね、こうやってなんか動いてますよ。恐ろしく不気味ですね。勘弁してくれよ。と、立ち上がんなくてよかった。で、ここにね、先ほどの羽ペンをつけると。で、こう回すと。はい。はい、回しますよ。どんどん立ち上がる。ああ。やめてくれ。あ、教えてくれるんだ。ルーズ。
お前なんかルーザーだと。ありがとう。というわけでね、なんか知らないけどこうやって、ね、傷跡をね確認することができるようになります。なんだろう、なんだろう、なんだろう、本当方法あったでしょ。というわけでね、こうね、うん、ルーザーに、これ実は下に5個ずつやると勝手にねルーザーになるという。あ、そういう、あと、はい、これでこのバルブが手に入ります。お、おなじみのそう、バイオハザードではおなじみの、おなじみの、まあ、クランクか、バイオハザードは。でこうやって要はここに火つけなきゃいけないけど、うん、こっち来るたんびにこのこれね消えちゃうね。そう、消えちゃいますと。で、はい、ここにね、ああ刺すところがあるんですね。水道止めてしまう。そう、はい、ということはこれでもうほら大丈夫なので、ここで火をつけてね、もう濡れてる段階で何回もつくのおかしいんですけども。勝手についちゃうんだ。あ、これを刺すの、ね、そう、イエーイ。台無しだよ。ドアがなーい。なーい。やめて。無駄クソエンドじゃない。というお話。お話。Happy birthday!